皆さんこんばんは。こんばんは。はい、じゃあ今日もちょこっとお勉強シリーズとして、はい、今日のお題は、はい、今日は光についてお話ししようと思います。はい、その手は光。光について、はい、はい、お話しします。はい。はい、でその光の中でも2個に分けてお話しするんですよね。はい、あ、そうですね。1つ目が、うん、植物に必要な光の強さについてお話ししようと思っております。はい。で2つ目が植物が好きな光の波長っていうものがありますので、はい、その波長についてもお話ししたいと思っております。はい、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、光っていうのが、うん、植物にとっては自然界の植物にとっては太陽光、うん、太陽のお日様の光ですよね。はい、で室内になってくるとお家についてるライトが光になるわけなんですけど、うん、はい、これの光の強さが家の中にどれくらい入ってきてるかとか、はい、今植物が置いてる場所がどれくらいの明るさなのかっていうのを測ったことある方って少ないと思うんですよ。私もないです。ないですよね。はい、だからまあ育成ライトつけてるからうち大丈夫やわとか、うんうん、あのめっちゃ火差し込んでくるから大丈夫やわみたいな方もいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、今一度ちょっとあのお家の環境を植物のために見直すじゃないんですけど、うん、あの知っておいた方が育てやすいと思うんですよ。はい、であの観葉植物屋さんとか行かれて時も、うん、店員さんに、まあ、なんか最近状態悪いんですよねとか最近こうなんですよねって話する時に、うん、今湿度が何パーセントで気温がこれくらいでとかも話せたら、はい、店員さんもあそう環境が、ね、想像しやすいんですよ。そうですね。そうだから、まあ、あの、まあ、照度というかそのどれくらいの明るさがあるかっていうのも大切ですし、その湿度、はい、うん、気温、今までお話ししてきたシリーズの内容もやっぱ大事なので、はい、合わせて数値っていうのは知っててもいいかなと思います。はい、はい、まず光はルクスとルーメンっていう値の光があるんですよ。うん、で、ルクスっていうのが光がこう出てて当たる場所の光の強さ、当たる場所の光の強さ。そうそう、だからここにライトがここにあったら、うん、まあ、こう光が出てるじゃないですか。はい、だここに当たってるここの光の強さ、あ、ほうほうほう、がルクス、うんうん、照度ですね。照度、はい、でこっちがルーメン、あ、当ててるライトの方の光、そうそう、ライトの光、はい、がルーメンで、はい、こっちがルクス、うんうんうん、で、植物に関してはルクスの方が大事かなと思います。そうですね。はい、じゃあ植物側の光の強さってことですね。そうです、そうです。はい、で、一般的に観葉植物は最低でも1000ルクス、1000ルクス、はい、ある方がいいよって言われてるんですね。うん、はい、で強ければ強いほどあの単位が上がっていくんです。1000、2000、3000、はい、上がっていって、で、高ければ高いほど強い光が当たってるっていう状態になるので、はい、まあ、早けも起こしやすいかなっていう状況になります。強すぎるとね。そうですね。はい、で、例えば、うん、あ、でね、その照度なんですけど、うん、今ね、Amazon とかそういうネットで2000円、3000円ぐらいで、はい、ルクスメーターとか照度計っていうものが販売されてるので、はい、まあまあ気になる方は一回、まあ、そういうの購入されてもいいと思いますし、うん、目安としてちょっと知っときたよっていう感じでしたら、はい、あのこう携帯のアプリで無料でルクスメーターっていうのがあるんですよ。はい、でそれをあのダウンロードしていただいて使えるんですね。はい、で私もあのルクスメーターちょっとあのダウンロードしてみたんですけど、はい、これがね結構便利で、このね携帯のねあのなんかセンサーが入ってるのかな、この上の部分で暗さとかを感知してるみたいで、画面映してもいいですか？あ、大丈夫です。はい、で今ねこここうやってやると15ルクスかな今。そうですね、はい、15、あで1ルクスだからもう暗いから1、うんうんうん、でこうやって今植物このミキマスタロちゃんがいてるあたりとかをこうやると、はい、1569ルクス。お、1000超えてますね。そうなんですよ。なんで、あ、いけるわっていうのが目で見てわかるんですよ。タロちゃんは1569ルクスなんよね。そうそうそう。で、あの、まあ、あくまで精度は、うん、多分すごい大人の、ね、あの売ってる、うん、ちゃんとしたあのルクスメーターとか照度計に比べると、はい、すごいあの、ね、精度は劣るけど、はい、そんな差は
だいぶさ線とか差は出ないと思うんで、はい、だいたい、はい、こうやって、うん、あ1700あるわとか、うんうん、本当簡単なので、はい、照らすだけなんで、はい、一回測ってみても面白いかもしれないですね。だいたいを知れても面白いですもんね。そうですね。3000、4000ぐらいになってくると、うん、ちょっとあの早け、あ強すぎるかもしれない。そうなんですよ。まあでもその早けするって言っても、うん、その植物がどういう環境で今まで育ってきたかで全然違うんですよ。はい、だから例えばモンステラを、うん、あの葉焼けしますよって言われてても、はい、もともとそのお外でその環境、うん、お外の環境、お外に近い環境で生産されてたようなモンステラやったら葉焼けもしにくいと思いますし、なんかまあそれによると思う。だから品種によってっていうよりかは、うんうんうん、あもちろん品種によって焼けやすい、うん、強いっていうのはあるんですけど、うん、そういう環境にも左右されるので、はい、まあ、一概には言えないんですけど、まあ、大体3000以上ぐらいから焼けるよっていうイメージですかね、うんうんうん、はい、なんで、案外暗いと思ってたとこもいけるかもしれない。あそうか、うん、これで測ると、はい、あ逆にあいけてると思ってたら暗いかもしれない。そうやね。でもそれが分かるから、うん、こう数字で分かると安心材料になりますね。ね、だから一回すごい面白いので、はい、なんか全然関係ないとこも測りたくなるんですけど、はい、これ使ってみてください、はい、よかったらね。じゃあうちの店はだいたい1500から2000の間くらいなんかな。そうですね、さっきちょっとこうワーッと測ってみたんですけど、だいたいそうですね、はい、1000から2000の間を500、600、700ぐらいでこう行ってた感じだったので、はい、いい感じだなっていう我が店ながらまあ、植物用ライトがね、ついてますのでね、はい、だから植物用ライトもその近づけすぎると、うん、あのルーメン、あルクスは上がっていくんで、 そうですね、その距離もちょっと離して、うん、あここら辺かっていう距離感も確認できるから、はい、それもいいですよね。はい、はい、で、次が、うん、今の光の、ね、強さの説明したので、はい、次が波長、はい、光にも波長っていうのがあるんですね、はい、で波長は目に見えないんですけど、うん、お家の照明、うん、LED ライトとか、まあ、蛍光灯を使われてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そういうのはその植物のための波長っていうのは入ってないんですよ。あ、そうですね、入ってないとか考えて作られてないんですね、うん、あんま人間に当たってるからね。そうやね、当たり前やね、ここ接してないから、うん、あの当たり前なんですけど、はい、で植物育成用ライトとか、うん、そういうあの水槽に置いたりする水草用のライトとかには植物が好む波長っていうものがちゃんと含まれてるんですね、うん、でそれがあの、こういう感じのこれが波長なんですよ。心電図みたいな感じかな、こう。そうですね、はい、で植物の光合成にはここの青色、うん、青色と赤色が、うん、あの主に使われてるんですよ。吸収する葉っぱ赤色と青色の波長が重要、はい、重要で、ここの間が緑なの分かりますかね、はい、ここがね緑なんですよ、うん、だ植物は、この緑色の波長は主に吸収しないんですよ。なので反射するので葉っぱはグリーンに見えるんですね。わかります？だから、葉っぱに光がこう降り注いでるじゃないですか、うん、で赤と青とグリーンが、うん、赤と青と緑がこう降り注いでるわけですよ、うん、光の中に含まれる色が、はい、で葉っぱは赤と青は吸収するんですよ、光合成に必要なので、うんうんうん、吸収するけどグリーンは反射してるんですよ。あ、だからグリーンに見えるんですよ、はいはい、葉っぱが反射してるから。そう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 、人の目にはグリーンが反射してるからグリーンに見える。そういうことですね。大丈夫ですか？私の目にはグリーンの波長が反射してるから、はい、葉っぱが緑に見える。そうそうそう、葉っぱはグリーンは吸収しないんですよ、はい、青と赤だけ吸収するからグリーンに見えてる、はい、なのでこの赤と青が程よく植物が好むように配合されているのが植物用のライトなんですよ、うん、あ吸収するから。そう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 、はい、でそれによって光合成もしっかりと促して、うん、あの育てる成長を促すことができるんですね、うん、なのであのこういう専用のライトとか、もちろん太陽光をねあのちゃんと当てれたらそれが越したことないんですけど、はい、室内でちょっとあの窓がなかったり、うん、あの暗い部屋に置きたいとかそういう方はちょっとこういうライトも使ってみてもいいかなと思います。はい、はい、で光がないとどうなるのっていう話になってくるんですけど、はい、そうなってくると
あの最初に説明したように光は光合成するために必要ですよね、うん、はい、で光合成は何のために必要かっていうと、光合成をすることで体内に栄養素を作り出して、うん、それで成長するために光合成をしてるんですよ、はい、だから二酸化炭素吸って酸素をただ単にやってるわけじゃなくて、うん、人間のために酸素を出してくれてるってわけではなくて、自分が栄養素を取り込むようにために光合成をしてるわけなんですね、はいはい、なので、その光合成ができなくなる、あるいはしにくくなる、うん、光がないと。そうですね、わかりますよね、うん、なのであの必要不可欠なので、やっぱり最低限の明るさは必要、セルクスは必要ってことですね、うん、はい、だからその単位性のある植物、うん、そのまあ、暗くていい植物ってありますかとかってやっぱ聞かれたりするんですけど、はい、まあ、あの単位性がある植物、あの里芋系の植物とか、うんうん、ね、シダ植物とかもちょっと暗かって、暗かってって言ってもそのだからその暗かっての限度が、はい、さっきの話につながるんですよ、はい、そのお手洗い、聞きますけどね、お客様にお手洗いに置きたいねんとか、うん、お風呂場に置きたいねんとか聞いても、窓はありますかとか、はい、そういうことも聞いてから、まあ、一応おすすめするんですが、うん、まあ、今の話で、まあ、センルクスはいるんかっていうのはちょっと頭に入れといていただければいいかなと思いますね、はい、だからそのセンルクス以下のところにもし置くとしても、ちゃんとそういう気持ちで見てあげてほしいです。だからちょっと暗いとこ置いてんねんなっていうのを。そうですね、はい、でたまにね、お外に出して太陽光当ててあげたりとか。そうですね、はい、いろいろ、はいはい、で、そのあの光合成不足、栄養不足につながるので、うん、そうなってくると徒長って言って、うん、あの光が欲しいですよ、ね、光合成したいんですね植物は、はい、したいから、あ、どこに光があるのってなって、はい、こうこっちかなあっちかなってこう伸び出すんですよ。そうですね、あのちょっとでも太陽に近づきたい、うん、私はもうちょっと伸びたいっていうので、はい、ひょろひょろひょろって伸びちゃうんです、うん、だからそれをなんていうのかな、徒長って言うんですよなんていうのかな、徒長って言うんですよ。だからもうなんていうのかな、ひょろひょろひょろって、ね、そうそうそう、伸びちゃうことを徒長っていうの。不健康そうに見えるのね。そうそうそう、不健康そうに見える、あの、うん、色も悪くなるし、はい、ひょろひょろって伸びるし顔色が悪くなる、はい、見るからに不健康になるので、やっぱ光は大切だなっていうのが分かりますよね。はいはい、はい、じゃあ今日は光について、はい、はい、ちょこっとお勉強しました。はい、はい、でもう一つ補足があるんですよね。そうですね、あの観葉植物はさっきの徒長の話にもつながるんですけど、うん、あの光がやっぱ欲しいんですよ。はい、光光ってなってるんで、あの一定方向から光が差し込んでるような場所に置いてると、うん、はい、そっちに向いてこう伸びていくんですよ。もともとこうで綺麗やった葉、綺麗やった形が、うん、ちょっとあ太陽あっちやわって言ってこういう状況になったりすることが多いんですよ。はい、なので綺麗なこういう形を保つためにちょっとこう回してあげてあ、はい、こうまんべんなく、そうそう、でまたこうなってっていうようになるように、うん、ちょっと定期的に回す角度を変えるっていうのをしてあげると綺麗、はい、に育ちます。はい、あのね、あの外やったら真上から、真上というかほぼ上から、ね、うん、そうですね、太陽は降り注いでるんですけど、はい、室内だとどうしても偏ってしまうので、はい、あのそういう工夫をしてあげてください。はい、はい、分かりました。はい、はい、じゃあちょっとだけまとめますか。一つ目がルクス、はい、ルクス、はい、はい、センルクス以上が目安、はい、以上が目安となりますね。あったらいいなっていうの で、 そうです、ね、もしよかったらスマホのアプリでもあるので、いろんなとこ測ってみてはいかがでしょうかっていうお話でした。はい、二、はい、つ目が波長ですね。そうですね、光の波長、はい、なんかただ単に光を当てたらいいっていうわけではないんですよ。なんかあのいいんですよ、全然ないよりね明るい、はい、あの家のライトでも全然ないよりはいいんですけど、うん、まあまあ置くんであれば波長がちゃんと植物の成長に合う育成用ライトとかを使われたらどうかなっていうことですね。そうですね、はい、で鉢を回す。そうですね、鉢をこう回す、まんべんなく、あとは徒長の原因にもなるので光は、はい、必要ですよね、踊ってるみたいな戻してあげてくださいね。はい、はいはい、じゃあ大まかにまとめたらこの3つが今日のポイントですかね。そうですね、はい、だからまあこれで光を、まあ、一応お話ししたので、うん、4
4回目かな、そのお勉強シリーズ。そうですね。で、それを全部ちょっと気にしてもらうと、うん、あ、全部がやっぱり噛み合って、はい、すごいいい環境になるんですよ。そうですね。植物って奥深いですね、はい、奥深いですね。まだこれからまたね、そこのポイントも掘り下げたりとか、はい、まだちょっとやっぱ気になることがあるんで、はい、それもちょっとまた調べてお話できたらなと思っております、はい、まだまだ面白いことだらけなので、はい、どんどん動画にしていけたらなと思うので、はい、お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、じゃあまた次回お会いしましょう、はい、さようなら。社長のダンス光ります。はい、はい、じゃあちょっと最後におまけで、はい、本気のねルクスメーターを買ったんですよね。はい、はい、そうなんですよ。あの先ほど説明してたルクスメーターとか照度計っていうやつをちょっとあの購入して使ってみたので、はい、これをあの使ってみたいと思います。はい、はい、簡単です、うん、はい、これはちなみにAmazonで買ったやつですね、はい、Amazon チョイスってやつで、こうかざすだけです。こうやって電源入れて、はい、ほんなまあこんな感じですね。2000ぐらいかな。そうですね、2000から2200をさまよってる感じかな。そうですね。でちなみにもっとちょっと下に行くと、あの下がります、数字もちゃんと、光で、あ、本当だ、はい、低くなってますね、はい、レッドゴールドはちょっとあのもしかしたら暗いって言ってるかもしれない、あ、まあね、1000ぐらい、ちょっと上がると1000ぐらいになるので、うんうん、まあギリいけてるかなっていうところですね、はい、スマホのやつやったら1800とかやったから、そうですね、実験で、はい、あ、でも大体一緒、ちょっと違うけど、あ、本当ですね、そんなに大差はないかもね、うん、そうですね、200ぐらいの差なんで、はい、あ、100とか目安で、すごいスマホの方でも使えそうですね、はい、いけそうですね、はい、はいはい、じゃあちょっとおまけで、はい、スマホアプリのルクスメーターと本気のルクスメーター使ってみましたの動画でした、はい、はい。